はい、2本バリエーション練習しましたけど、はい、1つはあの実践的な滑りのイメージなんだけどプルークスタンスでズレを使った中で の、 あの連続ターンをやりました、はいはい、でこの時の感覚っていうのはどういう感覚ですかね。実践的なところも早いタイミングから仕掛けが自分の中ではやっぱりレベルを高く、まあ、いろんな条件難しいコンディションで滑っていただくためにも大事なので谷回りから早いタイミングから足を少し緊張しながら荷重と角付けをしていく、うんうんうん、で結果的には体から足が少し出てって内傾軸が出てってスキーの、性能を引き出すっていうところの感覚があるのでそれをプルークの中で、まあ、多少スピードがゆっくりの中で切り替えてニュートラルを通過させたら早いタイムからの仕掛けっていうところを意識しながら、はい、でその次に滑ったのが、はい、ワイドスタンスの中でサイドカーブを使って連続ターンをしたんですけど、はい、その時の感覚はどこを意識し最初のがエッジングがまあ少し丁寧に柔らかくのプルークスタンス使いながらっていうところから今度はワイドの中で傾けエッジングの量を同じようなタイミングから増やしてって雪面のグリップまあ基本的にはワイドですけど外がメインになってその中で早いタイミングからマキシマムでしっかり外足で捉えたものを仕上げてあげて、まあ、ニュートラルを通過させてっていうようなそんなところです。最初にやったものから単純に角付け、はい、荷重その運動量を増やしてる、はい、でスタンスが結果的にプルークだったものから少しずつワイドのパラレルになっていくようなそういうイメージのものをやってます。まあ、だから結局ズレの場合とキレの場合とそんなにやってることは変わらないっていう感覚でいいんですよね。そうですね、はい、それは一緒ですよね。だから僕もスタートするときに車高から出ないで、はい、直角から出るんです。なぜかというと、はい、もう直角高がある意味ニュートラルってさっき言ったけど、はい、でそこから出てって板をうまくこうシーソー状に板を前出しながら、まあ、重心もちょっと内側に入るんだけどそういうことによって外足の片付けが強まって、はい、外スキーがリードしてくるからスキーの方向変わってくるんだけどスキーの方向を変えながら少し板をこう進行方向に押し込む動き、そうすると綺麗にこう、ね、スキー回ってくれるんで、でターンを仕上げて、まあ、結果状態は安定してるから外向傾になりますよね、はい、でそこから今度はまたニュートラル次のターンに向かって、はい、エネルギーを解放して真下へ向きながらフォーラインで真上に立つような感覚、まあ、実際には遠心力が働いてるから多少体は内側にあるんだけど、はい、まあ、そのことによって外スキーがまた入ってくるからスキーが入ってる方向に向かってぐーっとこう圧をかけていくような、はい、常にこう重心が上から上にこう、ね、はい、乗っててスキーを動かすような、もちろんシーソー時に動かすんだけど、うん、そういう動きをしてあげるとすごくこうスキーが綺麗に後半回ってきてくれるんで、はい、まあ、当然スペースも取れるからそういうことを心がけてるかなっていう。なるほどです。だからそれがただ単にスタンスが広いか狭いか、はい、スキーがずれてるか切れてるかの違いだけであって、はい、まあ、パラレルだろうがプルークだろうがやってる動作っていうのはそんなに変わらない、ね、ほとんど一緒、そうですね、そういうような感覚で滑れれば、はい、スピードが出た時急斜面行った時にもいいスキーができるんじゃないかな、ターンができるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうですね、うん、やっぱり目指すものとしてはそういったところで、やっぱりこの頃その急斜面になったりした時にやっぱなかなか苦労してる人いるじゃないですか。で今のプルークでやることもパラレルでやることも同じなんですけど、多分そういうのがなかなかできない人は多分曲がろうとしすぎてるような感覚ってないですか。そうですね、はい、なのでスキーにもともと回転性があるのに自分で必要以上のこうローテーションというか回線力をこう使いすぎていて、オーバーターン気味になることによってスキーがこうグリップしてたものが逃げてしまったりとか不安定になってしまって苦労するようなところもあるので、本当にプルークから少しエッチングと荷重の量を増やしながら一緒に落ちていくっていうところで、本来は多分ある程度コントロールしやすくなるものがやりすぎることによって多分崩れたりするような人が多いような気がするので、だからうまく踏めない人っていうのは自分が慌てて内側に入っちゃって、はいはい、スキーがこう外側にあったり後ろにあったりして、はい、結局スキーにいいやつかかんないから、そうじゃなくてグッと踏んだら板をうまくこう動かしてあげてその板に乗ってぐらいのつもりで、うん、バランス取った方がスキーの真上に乗れるのかなって見
今の話聞くと思うんですよね。そうですね、まあ、動かせるっていうことは多分いいポジションにいるので動かせる。そうそう、まあ、自分は多少その前後の動きは仕掛ける時だけ意識をして、あとはナチュラルで来るかなっていうような感じで、うん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 、あんまり動かしてる意識はないんですけど、ね、うん、まあ、ただ厳密に考えると前から入ってかかと寄りには少しなるので、まあ、そんなところでやりすぎない、あ、やりすぎないっていうか、それは自然に出てることで、うんうん、あとはこういう回ろうとする動きを必要以上にしない方がスムーズにいくような気がするので、うんうん、 その辺気をつけながらやっていただけるといいような気がしますね。その通りだと思います、はい、こんなところで今の言ったアドバイスをうまく利用して、いい滑りをしてみてもらいたいですね。そうですね、今シーズン、はい、まあ、これからの方もいると思うので、ちょっと頭の中に置きながら滑っていただけるといいかなと、はいはい、もし分かんないことあったら、はい、ご縁は読ませ、そうですね、僕は草津近辺で滑ってますんで、 それぞれホームページ、あって、そこでレッスンの申し込みできますから、はい、ぜひ来てください。はい、はい、